アルフレート・ロラーは、オーストリアの舞台美術家、画家、イラストレーターである。ウィーン分離派の主要なメンバーの一人で、作曲家、グスタフ・マーラーの学劇の舞台美術家、演出家として活躍した。現在のチェコのプルノに生まれた。父親は、画家で、中学校の教師であった。1884年から、ウィーン美術アカデミーで、クリスティアン・グリーペン・ケールやホンリヒテンフェルスに学んだ。 美術アカデミーの保守的な教育に失望して、1897年に結成されたウィーン分離派にコロマン・モーザー、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒラと参加した。1899年にウィーンの工芸学校の教授となったイラストレーターとして、分離派の展覧会のポスターや分離派の機関誌、ベール・サクルムで上演されたトリスタンとイゾルでの舞台美術を担当し、成功し、その後も、 マーラーの作品の舞台美術の仕事を続けた。後に、分離派も大会し、工芸学校の仕事を辞め、宮廷歌劇場の舞台美術監督になり、その仕事を1909年まで続けた。ロラーは1920年に開かれた第1回のザルツブルク音楽祭でのマックス・ラインハルト演出の、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタールの演劇、イエーダーマンの舞台美術も担当した。 ありがとうございます。